はい、イマティです。そういうことでですね、今回このスペシャライズドハードロックのハンドルをまあ元に戻していくというね、カスタムをしていきたいと思ってます。でちょっと見ていきましょう。でこれハードロックなんですけども、だいたい25年から30年ぐらいじゃないかなと思うんですよね。25年から30年ぐらい前のヴィンテージマウンテンバイクだと思います。なかなかね、調べても、まあ、日本仕様、海外仕様いろいろあるんで、ちょっとバシッとこれと同じやつが出てこないんでよく分かんなかったんで、もし知ってる人がいたら教えてもらいたいと思います。はい、ブレーキはね、感知がついてますし、まあ、相当古いんじゃないかなと思っています。で、一旦ね、ちょっとこのハンドルに交換したんですよ。で、このハンドルで行こうと思ってたわけじゃなくて、ちょっとね、とりあえずこれつけとこうと思ってつけたんで、まだこれで乗ってはいないんですよね。で、これをね、ノーマル、一番最初のね、オリジナルに戻していきたいと思います。で、まあ、どうしてね、戻していこうかと、思っているかというと、まあ、そもそもヴィンテージのね、このフレーム、見た目にね、ちょっとこうペダルとかね、このブレーキとかハンドルとかで、今時のマウンテンバイクにしようと思ってカスタムをしたんですけども、ちょっとやっぱしこれオリジナルの方がかっこいいかなとか思って、一旦これはもうオリジナルに戻します。はい、ということでここにオリジナル部品がありますね。これがステムになります。ズームって書いてますね。ハンドルがこちらですね。今ついてるハンドル、こちらが約68とか70弱なんですね。まあ、それに比べてはちょこっと短くなりますが、それでもね、長い方だと思います。 あのオリジナルにしてはね、この当時の。はい、これにね、交換していきます。はい、ということでできました。いかがでしょうかね。こちらがヴィンテージノーマルオリジナルですね。このズームのね、スレッドスラムがかっこいいんじゃないかなと思います。あとここの間をね、もしかしたらスペーサーで埋めるかもしれません。はい、ハンドルはこんな感じですね。いいと思いますね。ということでオリジナルに少しね、新しい要素を盛り込んだということで、かっこよくなったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はハードロックの、ノーマルに戻すでした。ということでまた今 T チャンネルバッドフロックよろしくお願いします。それではまたね。